国立大学通り歯科医の山本と申します。当院は25年間国立市で地域密着で診療をしてまいりました。患者さんのニーズに合わせて様々な治療を行っております。今日はセラミックの治療をしたいと思います。でセラミックなんですけど、まず神経を抜いたじゃないですか。その歯にファイバーコアって言って目立たない土台を入れます。そしてその後に、セラミックを入れてあげることで綺麗な歯ができると思いますね。じゃあ本日は以上になりますね。はい、ました。ホワイトニングについてご案内しますね。ホワイトニングはメリットが多いです。歯を削らずに白くできるの以外に、殺菌消毒剤と成分全く一緒なので、お口の中のばい菌が減るので歯周病の予防になったり虫歯の予防にもなります。ホワイトニング方法が2つありまして、お家でやっていただくホームホワイトニングっていう方法と、オフィスホワイトニングっていう、こちらに来ていただいてホワイトニングを行う方法2つあるんですけれども、希望はありますか？ホームの方で。ホームの方で、はい。じゃあ、ホームホワイトニングの方で、はい。ホームホワイトニングなんですけれども、こちらが見本なんですが、ご自身の歯型を取らせていただいて、専用のマウスピースを作らせていただきます。で、歯を白くしたい部分に専用のジェルでつけていただいて、はめて約2週間ぐらい、はい、毎日行っていただくと、ゆっくりだんだん白くなっていく方法になります。で、こちらでもう進めていって大丈夫ですか？はい、お願いします。はい、じゃあこれから治療を始めますね。で、やめてしまうとまた後々色が戻ってしまうので、色が少し落ちてきて気になるようになったら、またホームホワイトニング再開してください。はい、はい、で、ジェルはなくなったらこちらで購入できますし、色をさらに白くしたいっていう希望があればいつでもご相談ください。これで終了になります。お疲れ様でした。当院では予防中心の診療を行っており、特に歯周病に力を入れております。あとはインプラントですね。歯を失う患者さんいらっしゃるんですが、そこにインプラントの治療もあれだと思います。ぜひご来院していただければ幸いです。よろしくお願いいたします。